交尾生物ペプチドは進化的に保存された自然免疫反応の一種として機能するペプチドの総称であり、あらゆる種類の生命で認められる。原核生物と真核生物の細胞には基本的な違いがあり、それは交尾生物ペプチドの標的の違いを表しているのかもしれない。これらのペプチドは薬効を持ち、広いスペクトルを持つ抗生物質であり、 新規治療薬としての可能性を示している。抗微生物ペプチドは、グラム陰性および、グラム陽性細菌、マイコバクテリウム属、エンベロープを持つ、ウイルス、筋菌、よび濃度によっては、哺乳類細胞でさえ殺すことが、示されている。通常の抗生物質の多くとは異なり、抗微生物ペプチドは、 免疫調節薬として機能することで、免疫力を高めることができるように見える。抗菌ペプチド3次元画像。様々な構造を持つのが特徴である。抗微生物ペプチドは独特で多様な分子のグループであり、アミノ酸の素性と構造によって、サブグループに分けられる。多くの抗微生物ペプチドは12から50、アミノ酸残期からなる。 これらのペプチドには2つ以上の性に加減した残機アルギニントリジンおよび通常50%を超える素水性の残機が含まれる。これら分子の二次構造は以下の4つのテーマに従う。2つ以上のジスルフィド結合の存在による1、アルファヘリックス、2β シート、1つのジスルフィド結合及び、またはペプチド差の間化の存在による 3β ヘアピン。 またはループ、および引匹伸ばし構造である。これらのペプチドの多くは自由溶液中では構造を取らないが、生体膜の中では最終的な形態を取る。交尾生物ペプチドでは、ヘリックスのある面に沿って浸水性の残機が並び、反対側には素水性の残器が並ぶ。交尾生物ペプチドのこの両芯媒性が脂質二重膜への分配を可能にしている。 膜への透過性付与は、必ずしも必要ではなく、膜に作用する能力が、高微生物ペプチドの決定的な特徴である。これらのペプチドは、膜透過性付与から、様々な細胞質の標的への作用と多岐にわたる。ザモーズ・オブ・アクション・バイアンチ・マイクロビアル・ペプチズ・コ微生物ペプチドの殺菌作用の様式は様々であり、細胞膜の破壊、代謝への干渉。 および細胞内成分のターゲッティングを含む。そのペプチドと標的生物との最初の接触は、ほとんどの細菌の表面は加減温的であるので、静電的相互作用によるだろう。そのペプチドのアミノ酸素性、量心倍性、非温的家電、および大きさは脂質二重層にくっつき、挿入され、バレルステーブ、カーペット、または、 ドーナツ型証拠を機構によって証拠を形成することを可能にする。あるいは細胞に入り、細胞の生存にとって重要な細胞内分子と結合することを可能にする。細胞内結合モデルは、細胞壁合成阻害、細胞膜の改変、自己分解酵素の活性化、DNA、RNA、タンパク質の合成阻害、および特定の酵素の阻害を含む、 しかし、多くの場合、正確な殺菌機構は不明である。そのような機構の研究に対する新しい技術の一つは二面変化式、干渉系である。通常の抗成物質の多くとは異なり、これらのペプチドは正近的ではなく、殺菌的であるように見える。一般的に、これらペプチドの抗微生物活性は、最小阻害濃度を測定することにより決定される。 直接細菌を殺すことに加え、多くの免疫調節剤としての機能も持つことが示されている。その機能には、宿主の遺伝子発現を変える力、ケモカインとして、あるいはケモカイン酸性を誘導する作用、リポタ等によって誘導される、炎症誘発性ケモカイン酸性の阻害、傷の回復促進、樹状細胞と獲得免疫反応に関する細胞の、 反応を調節して感染の除去に関わるかもしれない。動物モデルでは宿主の防御ペプチドが感染の予防と除去に重要であることが示された。多くのペプチドがはじめは抗微生物ペプチドとして管理されても名付けられた抗微生物ペプチドが生体内では別にもっと重要な機能があると示されることがある。抗微生物ペプチド活性の機構を決めるために いくつかの方法が使われてきた。これらのペプチドは、新規治療薬及び従来の抗生物質治療の、新規補助剤の開発における非常に有力な、候補である。それは、従来の抗生物質と比べ、抗生物質体制を引き起こすように見えないが、一般に広範囲な活性を持っており、聖菌的ではなく、殺菌的であり、殺菌の誘導が短時間に起こるからである。 非常に多くの天然ペプチドとそれらの派生物が、高校粘膜炎、脳膀性繊維症に関連している肺の感染症、癌、及び典型的な皮膚感染症にわたる、様々な疾患に対する新規、抗電線病療法として開発されてきた。ペクシガナンは、糖尿病による、足の餌を関係した、感染症の治療で役に立つことが示されている。 コンピュータシミュレーションにより、近年抗微生物ペプチドが膜と、どのように、相互作用するかの原子レベルの解像度の画像を、提供している。生物物理学研究では、型小 NMR を使った実験で、抗微生物ペプチドによる、膜破壊の原子レベルの解像度での説明がなされた。抗微生物ペプチドに対して、細菌細胞と、宿主細胞が競合した場合、 抗微生物ペプチドは哺乳類細胞より細菌細胞と相互作用しやすく、そのため哺乳類細胞にはあまり毒性を与えずに微生物を殺すことが可能となっている。選択性は抗微生物ペプチドの非常に重要な性質であり、それが宿主の防衛システムでの抗生物質としての機能を保障している。一方、癌細胞に対して考えた場合、 癌細胞自身もディフェンシンをはじめとする人向、微生物ペプチドを分泌し、場合によっては、癌細胞の方が、周囲の正常細胞より耐性が高いことが、報告されており、必ずしも選択性が高いとは言えない。また、微生物由来の高微生物ペプチドも、その一つである内心が癌ではない哺乳類細胞に、作用することが報告されている。 抗微生物ペプチドの選択性という性質に密接に関わる要素はいくつかあるが、最も大きな影響を持つのは非音性の性質である。最近の細胞膜の表面は哺乳類の細胞より負に過電しているので、抗微生物ペプチドは細菌の細胞と哺乳類の細胞に対して異なった神話性を示すだろう。それに加え、他の要素も選択性に影響する。 コレステロールは膜の安定化剤として哺乳類の細胞に通常広く分布しているが細菌の細胞膜に存在しないことはよく知られている。そしてこのコレステロールの存在が脂質二重膜を安定化させるためか抗微生物ペプチドと相互作用することにより一般的にこのペプチドの活性を減少させるだろう。それで哺乳類の細胞のコレステロールは 抗微生物ペプチドの攻撃から細胞を守るだろう。他にも、膜デミは、ペプチドと脂質の相互作用に影響することがよく、知られている。細胞膜の外側から内側へ内部が、負の膜デミが存在し、この内部が、負の膜デミは、おそらくまさに過電したペプチドを膜に挿入しやすくする、ことで膜の透過性を増加するだろう。細菌の細胞の膜デミは、 正常な哺乳類の細胞の膜でにより、比較的負に偏っているので、まさに過電した抗微生物ペプチドに攻撃を受けやすいだろう。同様に、増加するイオン強度も、また一般的には、ほとんどの抗微生物ペプチドの活性を減少させるが、はじめの相互作用に必要な静電的相互作用を弱めることで、抗微生物ペプチドの選択性に、 部分的には貢献していると思われている。モレキュラーベーシスオブセルセレクティビティオブアンチマイクロビアルペプチズ細菌の細胞膜はフォスファチジルグリセロールとカルジオリピンのような酸性ン脂質に富む。これらのン脂質の頭部は非常に強く負に加電している。そのため細菌の膜の外側にさらされている二重膜の最も外側の部分が まさに加電した抗微生物ペプチドの攻撃を受けやすい。それで、まさに加電した抗微生物ペプチドと負に加電した、細菌の膜の相互作用は、主として、静電的な相互作用であり、それは、細胞接着の主要な駆動力である。他にも、抗微生物ペプチドはまさに加電し、かつ疎水的な表面を形成するので、 好微生物ペプチドの疎水的な部分と細菌の膜表面の創生塩性リン脂質との間の疎水的相互作用も多少あるが、この場合には大した効果はない。対照的に植物と哺乳類の膜の外側部分は主に正味の電化がない脂質で構成されている。それは、負に加電した頭部を持つ脂質は、 原則的に、細胞膜の内側に隠されているからである。それで、哺乳類の細胞の場合、膜の外側の表面は不二電伝舌ガングリオシドを膜の外側表面に少しだけ含むが、通常、創生イオン性のフォスファチジルコリンとスフィンゴミエリンからなる。それで、両心媒性の抗微生物ペプチドと哺乳類の細胞の膜の細胞表面にある。 創生イオンリン脂質との疎水的相互作用が、ペプチドと細胞の結合を形成する主要な役割を果たす。しかし、疎水的相互作用は、静電的相互作用と比べると弱いので、抗微生物ペプチドは、細菌の膜と優先的に相互作用するだろう。二面変化式干渉系は、試験管内でン脂質頭部の結合を、 脂質二重層への挿入、昇降形成、及び膜の段階的な破壊を研究し定量するために用いられてきた。細胞選択性を調節するために多くの努力が費やされてきた。例えば、カツミは、ペプチドの正味の電化、ヘリックス、残機あたりの素水性、素水性モーメント、及びまさに加電した末端ヘリックスの表面に対する角度を含む、 物理科学的パラメータを変えて最適化し、選択性を調節しようとした。その他には D アミノ酸を導入したり、疎水的表面のアミノ酸にフッ素を付加したりするような方法は二次構造を破壊し、哺乳類の細胞と相互作用するのに必要な疎水的相互作用を減少させると思われている。1LZ らはまたプロリンを含む、 ベータターン抗微生物ペプチドでのプロンリーズ痴漢は、細胞内での作用機構を持つ短い、細菌細胞選択的な新規抗微生物ペプチドを、設計するための有用な戦略であることを見出した。ナデージダ・ブイラは、標的表面への直接的なマガイニンの結合が、一食い的な細胞結合を減らし、サルモネラと大腸菌のような細菌細胞の検出限界を、 改善することを示唆した。最近は様々な体制戦略を使い、抗微生物ペプチドによる死を防ぐ。微生物には表面の小味の電化を変化させるものもある。黄色ブドウ球菌は D アラニンを細胞質から表面の低抗酸へ輸送し、塩基性アミノ酸によって引き起こされる小味の負の電化を減じる。黄色ブドウ球菌はその影音性の膜を MPRF を介して L リジンで就職し、賞味の性の電化を増やす。肺炎肝菌のカプセル多糖は、抗微生物ペプチドがマクターゲットと相互作用するのを制限する。リピド A にも変化が起こる。サルモネラ属は、ミリスチン酸の負荷により増加したリピドイトに、ヒドロキシミリスチン酸を持つリピドエイトの間の疎水的相互作用を増加させ、 パルミチン酸の負荷によりヘプターシルカリピド A を形成することにより外膜の流動性を減少させる。増加した素水的モーメントにより抗微生物ペプチドの挿入と昇降形成が遅れる、または阻止される。膜タンパク質を変更させるものもある。いくらかのグラム陰性細菌では外膜タンパク質の生産を変えることが抗微生物ペプチドによる殺菌への抵抗に 関係している。ATP 結合化セットトランスポーターは、高微生物ペプチドを取り込み、レジスタンス、ノジューレーションセル、ディビジョンエフラックスポンプで排出する。このトランスポーターは両方とも高微生物ペプチド体制に関係している。最近は、タンパク質分解酵素を分泌し、それが、高微生物ペプチドを分解し、体制を持たせているかもしれない。 抗微生物ペプチドの例には、マガイニン、アリメチシン、ハイドロマカンマイナス1、ペグジガニン、または MS、MSI マイナス78及び MSI マイナス843と、MSI マイナス594のような他の、MSI ペプチド、ポリフィーマイシン、ヒトノコ微生物ペプチド LL マイナス37、ディフェンシンズ、およびプロテグリンがある。ありがとうございます。